武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は早稲田大学政治経済学部の、世界史の2017年の入試について話していきたいと思います。こちら、時間60分で配点が70点、になっています。はい、そしてですね、大問が5つ、出題されております。でこちらの、問題についてですが、まず論述が出ています。で論述に関しては、まあ、数十字程度のもの、と100字を超えるものが、まあ、1台ずつ出るような、形式が多く、まあ、ただ年度によっては100台超えるやつが2台出ているような年もありますので、基本的には、まあ、論述対策はしっかりやっておいた方がいいでしょう。で、まあ、正誤問題や、選択問題それぞれ出ており、まあ、簡単なものは簡単ですが、難しいものはとことん難しい、正直無理だろって問題も出てます。で、基本的な学習としては、まあ、総計レベルまで参考書を終わらせた上で、用語集や、まあ、教科書などもしくは講義系ですね、の本の、読み込み、およびまあ、それに書き込んでいって自分で詳しくしていったりまとめる、ような練習をしていくという形になります。で基本的に早稲田の問題っていうのは学部間の、まあ、似たような形式が傾向が強いので、まあ、政治経済学部志望の場合でも他学部、例えば社学だったり商学部だったりあたりの、世界史、しっかりやっておくように心がけてください。で、まあ、地図や資料、写真なども、結構問題の中で出てきたりしますので、まあ、資料集だったりはしっかり目を通してですね、頭に入れておいて、まあ、興味を持つということに意識を向けておいた方がいいでしょう。ただ用語の暗記だけ乗り切ろうと思うと、ちょっとそこまで詳しくはできないかなっていう気が、します。で、さらに、ここに関してはその変に満点を狙ってマニアックなことをしないで、ちゃんと解けそうなところを確実に取り切る。でそれが合格点届いてないならどこなら取れるかなっていうのを割り出して、そこで確実に取っていくっていう、意識が重要になってくると思います。全部が全部やはり難易度のばらつきが大きいので、無理に解けない問題に時間を使ったりとか、そこのための勉強に費やすのではなく、他教科やったりとか、それこそ取れるところでちゃんと確実に取ったりという形で合格点を取るために、最善と思われることで動けるように意識をしておきましょう。以上が世界史の勉強となります。